いろいろ、スタッフさんが20分ぐらい話して、まとめたら、バカにされた、バカにされたことやな、動画を。救急車の動画、救急車の動画、いいよ。言われたの。ええやん。それは人の意見やからさ。もうええやん。いや、もう覚えよう。あれ。ええー。だから、もうオーディエンスなんよ。最高よ。その子は友達じゃないよ。おめでとう、スーさん。君は、ついにね、ありがとうございます。だけど、スーさんのこれいいとこは、相手のことをバカにしなかったことよ。それがあなたの一番素敵なとこだと思う。何かバカに、その子はバカにされたかもしれんけどね。なんか言ったかもしれん。スーさんなんかしたことした？覚えがないんやったらしゃんなんちゃう？別にいいと思うよ、俺。バカにされてるってことは羨ましいってことやからね。わかる？だから兄ちゃんがさ、いろんな人見てさ、うわ、いいなーって、いいなーっていいよな、こいつら。って言った時、だいたいさ、羨ましくない？その人。いいなー、楽しそうだ。うわ、お金持ちでいいなーって。お金持ちとか。な、テレビにいっぱい出てる。話してんけど、うん、まあいろいろ食い違いあったわな。いろいろな。よくたまたまの食い違いやから、これ。相手がそれでカーってなってんねん。わかる？食い違いで。わかる？俺のことちょっとバカにされたんちゃうかって相手思ってるわけ。こっちは思ってないの。わかる？すずさん。あっちの立場を考えて、こっちの伝え方が悪かったし、こっちの言い方だったりな。俺ら何にも思ってないし、別のことしてたし、間違ってたよ。間違ってる話。すずの捉え方も甘かったの。勉強だったな。いやだからええよ、勉強になったやん。もうでも勉強だったよ。ほんまにすずのことを友達やと思ってる。お母さんは聞こえてこないから、それが、うん、もう友達やほんまに、その子らが、うん、あ、いや僕らほんまそういうつもりで言ったんじゃないですって言ってくると思うけど ね。まだ冷静になってないのよ、向こうも。そうそう、うん、でもすずさんえらいの言い返さんかったやん。相手のこと言い返さんのは真にかっこいい。相手のことバカにした？なんか一言だって今言っといた方がいい。もうしてないやん。らしいからな。ちょっと言われたら傷つくな。な、こんな動画出して、救急車乗ってる動画出して、お前何してんねんってな。じゃあもう言われた、もんじゃあもう言われた。番犬顔がスーさんとやった時に、こんなんやめろって友達に言われた。お母さんなんか見てみいな、50ポイント出さず恥探したの、お前。何すんねん。ほんまに。お母さん友達にほんま、散々言われてるわ。何してんの。ええやん。先生にも相談してないで な。スーさんの心が折れる前に言うけどな、バカにされてるってことは成長することやな。それがすごいことやから。まあ仲良くしたかっただけやからな。仲良くしたかっただけやのに。いいよ別に。じゃあだからお兄ちゃんなんで言わんで、言わんでええじゃなくて言えよ。言わんでええ。1からもうおしっこ出るタイミングなのに、うんちするタイミングも言いなさい。分かってないけど、何でも言って言われたら、そんなお兄ちゃん口止めされてるのもんや。俺らでは止まんねんから絶対。そんな俺らが言うこと、俺が人に言うことないねんからさ。知ってたっけ、寝転ばしても寝転んでいいよ。どう、ふかふかや。骨多い多い。いや、すっきりしよかったな。向こうも言う。トラブルが多いね。トラブルメーカー。トラブルメーカーやな。スービスーイン。うん、巻き込まれやすい。巻き込まれやすいね。弱してるから。マジで。マジで。弱してるからな。あやばっこいし。オリコン7位やし、ジュノン出るし。そんないじめられるって。いじめられるって。けど待って、いじめられるってことは、羨ましいってことだから。いじめられてる人に、いや僕言いたいんですけど。いじめって。あれです。どっちだ。すずさん。うん。みんな何？ちょっと行こう。どこへ？ちょっとおいで。頭痛い。頭痛い。分かったか。ちょっとおいで言ってね。で帰るやん。早こう。いいからもういいやん。ちょっとおいではよ。はい、おいだ。ズボン履いて。はい。で、いらっしゃいませ。俺らはなし？痛い。ほら行きたいってあんちゃんが。机の上片付けなから。うん、いやー行こうか。いってらっしゃい。いってらっしゃい。何言ってあげよう。すずがやんな言うから。おいおい、それやばない？ちょっとホットのホット消してんねんけど、軽く大丈夫これ？一回してみる。消えてる、冷たいってこと？冷たい。消えよ、お前マジでバカがや。くしゃくじゅう？ええ。ホットちょっと待って。ホットで冷たいねんけど。そんなことある？ありえへんねんけど。カルピスホットで売ってるところある？え、ホットで売った味遠くない？あ、うまっ。ワンちゃん、鉄板持ち上げて。
先生、何やってあげられた。しっかり専念する。こっちの班ないん、こういうの置いてるだけ。こうしたの、こうしたの、多分どっちかというと。うまっ。賞味期限大丈夫やったんか。大丈夫、心配するよ。肩の位置がちゃうもん。うまいな。やられた。顔切るのにな、長いの。でも、ちょっと前まで僕の方が下でしょ。ちゃんとすだよ。何もない。なんかあるっしょ。